銀座、歴史。銀座とは、中近世の日本の政権において、銀時金の買い売り、及び銀時金への国印だつまり、貨幣の中造になった場所に与えられた故障である。銀座は、豊臣秀吉が、銀貨の統一に向けて、堺、京都の銀拭きや20人を集め、大阪に、上税座を設けたことに始まる。その他、戦国時代より現れた。 両替証券銀採掘士である銀屋、金屋が各地で極印銀を鋳造し銀座はこうした業者から成立した例えば加賀藩では銀採掘士集団である金沢銀座があり江戸時代の初期にかけて両国貨幣である極印銀を鋳造した安土桃山時代頃より各地の銀山で産出される配付機銀が協量貨幣として流通するようになり 品位の保証としての極印打ちを行うようになったのが銀座の始まりであり各地でこのような両国貨幣が製造された。江戸幕府による銀座はこのような銀品位のばらつきを一定品位に統一し取引の円滑化を図る狙いがあった。一方で各地銀座が江戸時代初期まで続いた理由は銀の海外流出などにより景長銀が地方まで十分に行き渡らなかったことに起因する。 銀座といえば、主に徳川家康が開いた江戸幕府の銀座が知られ、これは徳川家により特許された御用達町人による組織であった。当時の主な流通貨幣のうちの銀貨の駐蔵が行われたこと、この場所以外での貨幣駐蔵が厳しく取り締まられたことなどにより、下、座の名が付けられたと思われる。講義の銀座は、鋳造、極印座及び包み風を行う。 常世役所、及び座人が開造する銀座役所よりなる。しかし競技には、常々は、銀座には含めず、銀次金の買い入れ及び、金位に基づく地金の取り組みを行う、銀座人らによる集団のみを銀座と呼ぶ場合もある。常勢役所は京都は、湯浅作兵衛の長男である、大国作衛門、江戸は次男である、大黒長左衛門が、銀改め役となり以後世襲制となった。 銀貨の鋳造は、上をただし、銀座人が出張して、銀座以外で行われることもあった。明暦の大火による、小村金銀を吹き替えた、明暦四年四月十五日、1658年から、江戸城三の丸において、慶長長銀、元禄八年九月、1695年から、本郷霊雲寺近くの大根畑に吹き荘を建て、玄独町銀が、聖徳四年八月、 1714年からは決書に、処せられた浅草諏訪町の材木商賀谷全六の屋敷に銀銅武器文書が建てられ、聖徳町銀を鋳造した。慶応2年、1866年、幕府が改善役所により、A、仏、米、蘭4カ国と交わした自由造兵局設立の確約を受け、慶応4年4月17日、1868年、 維新政府は金座及び銀座を接収し、同月21日、大乗館に設立された、貨幣市は旧金座、銀座で二分番及び一分銀などを鋳造し、明治2年2月5日、1869年に廃止された。関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、日本国内の派遣を意識し、慶長6年5月、1601年、 京都伏見の伏見城下に、貨幣中蔵所を設立し、堺の両外所を、湯浅作兵に命じて取り仕切らせ、頭役には、摂津国住吉軍平野号、大阪市平野区の交渉の末吉氏の末吉里法、平野、末吉勘定里法と、この末吉吉安、吉安、末吉孫左衛門吉安氏や、同族の平野藤次郎、平野久衛門だがなる。 国印方の湯浅作兵は、徳川家より、大国上税という生命を与えられ、これ以降大国つねぜ家は鋳造された銀貨に、宝の字と大国天の他に、つねぜの略号を刻印し、銀貨の国印、包装を担当した。このため、銀座で出された銀貨の包みを、つねぜ法と呼んだ。鋳造貨幣は百分中銀八十、同二十であった。大国つねぜ及び、 銀座神羅は町屋敷四丁を配慮して両替町と称し銀座会所と座人の家宅と常瀬不起所が建てられたこの各地銀座所在地に付けられた両替町という名称は諸国の銀山より産出される配布金を銀座が公やの長銀を持って買い入れることを南両替と称したことに由来し銀座神羅は一種の両替商でもあった 江戸幕府の中枢が移るに従い、寸府にも銀座が設けられ、さらに慶長13年、1608年に、伏見銀座は京良外町、続いて、駿河銀座は、慶長17年、1612年に、江戸新良外町に、銀座の貨幣鋳造機能はすべて移された。廃止までに、総額120万貫が鋳造された。慶長11年、1606年、 徳川家康が隠居の地、駿府城追記と、同時進行に設立したとされる銀座であり両外町六町の、内四町を配慮し、慶長16年、1611年より、京都銀座より、座人及び、常勢役人が、金番交代で詰めたという。銀座お屋敷は、旧二丁目、現一丁目の三ブロックの内中央のブロック、西南側に設けられ、兵馬口京馬十軒。 奥行き二十二軒であった。主に、駿府城の蓄材としての奮闘銀、長銀を鋳造することが目的であったとされる。慶長十七年、六百十二年に、駿府銀座の機能は、江戸へ移転したが、この地は現在静岡市、青井区両外町一二丁目として、名残を有する。慶長十三年、1六百八年、伏見銀座より移転し、京都の室町とカラスマの中間、 二条から三条までの四条、二条、下がる、押し工事下がる、お池下がる、姉が工事下がるにわたって配慮して設立され、この地を両替町と称するようになった。京都銀座では、常瀬屋敷は両替町お池の北東側角にあり、銀座役所はその北側に隣接し、江戸銀座の町割りもこれに準ずるものであった。 銀座役所の北側には、銀座が隣接し小判の鋳造を行っていた。常瀬屋敷は、表間口23件5尺5寸、奥行きが15件5尺7寸で、面積379坪8号あり、銀座役所は、表間口13件6寸、奥行きが15件3尺6寸、北側15件5尺1寸、南側で、その後拡張され表間口26件、 奥行き三十軒、面積八百三十四坪となった。遠方二年、1672年の里市町によれば、両外町四町には、常瀬屋敷、銀座役所を含めて五十九軒の屋敷が立ち並んでいた。銀座店前のこの地は染物屋が多く宗教していたが、西の東院凧屋区市付近に返地を与えられた地のいた。中井門戸、茶屋所もこの地にあったが、 これらも、会長行付けられ一転した。銀図会の上方にあることから、長銀中造の中心地となり、鶴が、後に江戸と共に、貨幣中造を担い、これは、完成十二年、1800年の銀座改革まで続いた。銀座改革以降、両外長を思考自覚の創薬所に規模が縮小され、不要となった七千坪余りの跡地は、植毛地となった。 慶長十三年、千六百八年、慶長十一年との説もあり確定的でない、大阪高来京都一丁目両替町に設立された銀座は、主に、行野銀山及び、岩見銀山からの廃拭金銀を及び、大阪道吹屋における祖堂からの絞り銀を、集積して、京都の銀座に送る役割を果たした。常々屋敷は設けられず、貨幣駐造は、行われなかったが、集積される。 銀時金を配布機法により鑑定する付記書が設けられた。銀図街である商業の中心地にあって、京都銀座の出店としての機能を果たした。銀座役所は、表間口9件、奥行き22件であり、元禄14年、1701年から銀座火薬として銅座が設けられ、銅座役所は、表間口8件、奥行き8件であった。慶長17年。 1612年に、駿府銀座より移転し、通り町京橋より南へ四町までを廃領して、すでに、江戸銀座が、両替町と呼ばれていたことから、この地を新両替町と称し金座は、本両替町と称するようになった。江戸銀座へは、京都の銀座より、座人が一年ごとに金番交代を行った。常瀬屋敷及び銀座役所は、 現在の東京都中央区銀座2丁目にあたり、銀座は繁華街の代名詞となった。常瀬屋敷は、表間口15軒、奥行き35軒2尺5寸、北側37間2尺5寸、南側、面積545坪7号6尺。銀座役所は、当初表間口10軒であったものが、江戸時代中期に拡張され、表間口19軒、奥行き32軒半。 北側三十五軒二尺五寸、南側面積六四十四坪余りとなった。昭徳五年、千七百十五年には新領外町一丁目に、後藤四郎兵衛の屋敷が移転してきた。明和年間以前は銀座はもっぱら町銀及び小玉銀すなわち、氷領銀貨を鋳造したが、明和二年九月、千七百六十五年の五門目銀発行を川切りに、 明和9年9月1772年の難領に、主銀発行以降は、係数銀貨の鋳造が主流となった。加えて、明和5年1768年から官営通り、宝新中等四分線の鋳造を請け負い、これ以降、文久永宝に至るまで四分線の鋳造は、銀座の指導監督のもと行われることとなった。完成12年。 1800年の移転以降、京橋の銀座跡地は、上え下地となり、多数の家屋が建てられた。1614年、慶長19年、設立時期は諸説あり確定的でないに、長崎、鈴木原、後に、大村町、島原町北入り込みに設立された銀座は、主に銀の海外への不正持ち出しの監視、良質配布機銀輸出の防止の役割を果たし、京の銀座より、 銀脈及び銀座手代が一年ごとに交代派遣された。銀座役所は表間口9軒、奥行き12軒で、オランダ人が長銀を中国に輸出する銀城に吹き替えるための上吹き屋は、表間口13軒3尺9寸、奥行き3軒4尺から島2尺に住んであった。銀山から山出しされた配付金銀は原則として銀座が買い上げ、 長銀に鋳造することになっていたが、配付金を銀座に売り渡さず直接長崎に送り利益を得る者が続出した。そのため幕府は、慶長十四年1 6百9年に配付金輸出を禁止、慶長銀で決済するよう定め、監視を強めた。しかし同20%が含有する、より品位の低い慶長銀により決済しなければ、ならないというものは、 外国人にとって、花ははだ迷惑なものであり、上銀に精錬し直さなければならず、良質配付基金に、偽造の軽頂銀の極印を打ち、偽大国を作成し、輸出するといったことも行われ、相当量の配付基金が監視の目を逃れて不正に、持ち出され流出した。完成十二年、1800年の銀座改革に伴い、廃止された。完成十二年六月。 1800年、江戸銀座において上納銀の滞納など不正行為が発覚したことを機に、銀改め役の大国長財門八代目常坊は、過食方面の上、英畜教を命じられ、その後京都銀座から大国作右衛門十代目常明が、江戸へ招致され、京都及び江戸洋座の銀改め役を兼任することとなった。この銀座粛清の後、50人を超えていた、 座人は十五人に縮小され、同年十一月に、柿柄町、現在の日本橋人形町に移転されることが、申し渡され、南両に主人鋳造が再開された。移転は、翌共和元年七月、千八百一年に完了した。常瀬屋敷は、表間口十五軒、奥行き三十五軒五尺、面積五百三十七坪五号と京橋銀座と、ほぼ同程度の土地を配慮した。 これ以降、京都及び京橋で行われていた、貨幣鋳造は、柿柄町銀座に集約され、幕府による統制が強化され、御用達町人による、請負い事業から事実上幕府の直轄事業となった。また京都、大阪の銀座は、貨幣吹き替えの際の旧銀の回収、引き換え、銀時金の買い上げ及び、銀貨の包み風などの役割にとどまることとなった。 銀座役所は銀座人が開造し、銀次金の調達、超銀鋳造の再品位に応じた地金の取り組み、及び銀貨の幕府への上道など抗義御用を担当した。銀座の運営に携わる者を座人と呼び、銀座州あるいは銀座仲間とも呼ばれた。座人は銀座設立当初頭役と呼ばれた、年寄り役、大勘定役、戸棚勘定役及び、 戸田内役の役人と平座役から構成されていた。また一代限りの地金鑑定を行う銀味役は、順座人としての地位であった。さらに、小役人及び多数の手代、使用人を抱えていた。一方、常世は、銀座人とは一線を隠し自ら、銀座総中と称していた。京都及び、江戸の銀座では、銀座役所と、常々吹章及び、 常ね屋敷が併地されていた。銀座の営業方式には大別して二通りあり、一つは、資料銀山などから算出される配布金を買い集めて、長銀を鋳造し一部を運上として幕府に納める自家営業方式、あるいは、天領銀山から算出される、抗議配布金を銀座が預かり、長銀に鋳造して一部を、部一銀として受け取る、雇用足し方式があった。 分一銀は元来、鋳造に関する諸経費などの入用として支給される、正確のものであったが、新産銀が減少し自家営業方式が困難となった、原独期以降は、主な収入源となった。軽調銀では、分一銀率は鋳造高の3%と定められていたが、この頃は、銀の産出が最盛期であったから、より利益率の高い自家営業方式による収入が多かった。 江戸時代初期には、年間一万六千貫もの宿り期銀があったという。しかし、元禄銀以降は新三銀の産出口は衰退し、回収される旧銀の吹き替えによる中造が主流となり、これは御用達し方式に準ずるものであった。分一銀は、元禄銀は4%、法営銀は7%、英字銀及び三津法銀は10%。 さらに四つ方銀は十三パーセントと引き上げられた。特に英字銀以降の高い分一銀率は、小木原重秀が新銀発行に際し将軍の決済を得ることなく、内々に行ったものであるから、銀座を抱き込む施策があったものとされる。玄禄、宝益の銀の吹き替えにより、幕府に納められた出目は二十七万貫余りに上るが、銀座の得た分一銀も十二万貫余りにも上った。 銀座人らは、この莫大な収入により豪遊を極め、両外長風とも呼ばれた。一方四つ方銀の発行に至り書式は著しく、高騰し、聖徳四年九月、1714年に至り米、一石が銀230目に達した。このような行き過ぎた銀の吹き替えが、聖徳期の銀座粛清、小木原茂秀の失脚につながったとの見方もある。しかし、 聖徳銀への吹き替えでは、分一銀率は、慶長銀並みの3%に引き下げられ、さらに品位を上げる吹き替えであるから、出目が得られることもなく、銀座は困窮したという。さらに当時の流通の主流であった20%の銀を含有する四つだから銀二冠目を80%で、ある聖徳銀一冠目と引き換えたため、不足分は、幕府が負担して足し銀せねばならず。 吹き替え高も、少額とならざるを得なかった。分け一銀あるいは自家営業方式による利潤のうち、吹き高の0.5%分は、常々が受け取り、諸経費を除いた利潤が、銀座人らに座分配当として分配された。座分配当の分配方式は監修により一定の割合で安分されるというもので、銀座都市寄りらを基準として、これを一分とし、 以下平座役らは1分イコール10歩として、年寄り役の子は9、10歩、一般の平座役は6歩あるいは5歩、半座から2歩半、粉から程度を、座分の総高は、漢文5年、1665年は455歩であった。また、順座人の地位にある、銀味役は6歩から2歩半程度であった。文字銀及び、何両に手銀では、 分一銀率が7%に引き上げられたが、多くの座人を抱えるようになった銀座は、経営が悪化し、次第に長納退任が蓄積し、明和三年、1766年には、銀8396巻に達した。勘定奉行の河合久隆は、明和五年、1768年に歓迎通り、宝新中四分戦を考案し、銀座がこの中造を受け負うこととなったが、 これは上納大銀を幕府に返済せしめる目的もあった。完成十二年、1800年の銀座改正以降は、銀貨鋳造は幕府の統制が強化された、五勘定付切れとなり、文一銀は勘定所役人管理のもと銀座役所に差し置き、7%の内半額は三銀買い上げ、役人のところ入用などに支払われ、 銀座分一銀は事実上3.5%となった。座人らには幕府から直接手当が支払われることとなった。天保一分銀の中造では分一銀率が2.5%になり、天保十四年1843年の中造再開以降は1.6%まで引き下げられた。明暦の大化による江戸城お金蔵の小村金銀が、 江戸城三ノ丸に集められた、大盤座、金座及び銀座職人らにより吹き直しが行われたが、金銀吹き分けにより得られる、正金及び上銀の目方を誤魔化し不正に利益を得ようとしたため、漢文三年十二月二十五日、六百六十三年に五人の銀座人らが、円トール罪に処せられた。銀山からの産出の減少により、 利益率の高い時価営業方式が衰退する時期にあって明るみに出た初めての不正事件であった。元禄及び法営の銀譜期間により銀座が莫大な利益を享受する一方で書式の高騰、あるいは複数の品位の異なる長銀の流通により経済は混乱した。新井白石はこのような悪銀を整理して 慶長の平成に復帰することを目指し、昭徳四年五月十三日、1714年には、深江昭左衛門ら銀座都市寄りが町奉行から御用に、召され、直ちに召し取りとなりことごとく遠藤る財及び結晶を申し渡された。また、銀座人であった、関九右衛門の関係により、江戸五代目、大国昭左衛門、常栄を、小木原茂秀は、元禄十五年、 1702年に五役めしっぱなしとし、かわって、関九右衛門が、銀武器役を務めていたが、この粛清により、関九右衛門は失脚し長が左衛門の常境が、聖徳四年五月に復帰を命ぜられ、銀武器役に就いた。聖徳、原文期より分一銀収入の減少、銀座人の増加により困窮していた銀座は幕府への、上納大銀が増大し、安永九年、 1780年に、このような状況下で相続した江戸八代目、左衛門常坊は納め大銀として、金に換算して3900両余りの不能を、とがめられ、完成11年4月、1799年、五郎より取り調べを受け、完成12年7月2日に、過食飯しっぱなしの上、英竹教を命ぜられた。同年六月には、銀座神らは一等引き払いを命ぜられ、 新規に15人の銀座人が召し抱えられ、柿柄町の銀座が指導した。しかし、上納大銀による処罰は、直接的要因に過ぎず、背景には、幕府が完成の改革の一環として、従来通りの銀座の体制では、慢性的な上納大銀が生じるとして、根本的な改正を行い銀貨鋳造事業を、受け負い形式から、幕府の直轄事業すなわち、 五感情を不義りとすることを目指したものであった。明和九年八月十四日、千七百七十二年、河合久高は銀座人を呼び、常世を召し出し、南陵に主銀の吹き方につき申し渡した。しかし南陵は上銀を意味し、品位の改めは無用で、ある年常世は銀改めを辞退して、目方改めのみを担当することとなった。そこで、常世は目方を改めた。 定位銀貨に、定の極印を打つこととなり、以降、南両に主銀、一分銀、一主銀はすべて定めの極印が打たれている。また従来法銀は、常々が担当していたが、南両に主銀から銀座が担当する、銀座法となり200枚ごとの25両法となった。これ以降常々の役割は縮小した。定位銀貨はもっぱら、江戸の銀座において鋳造され、次第に鋳造額が増大し、 文政、天保年間には、長銀の鋳造を圧倒するまでに至った。定位銀貨は銀を素材とすることから鋳造は銀座が担当したが、これらは金代わり通用の銀として本来小判の通貨単位のものであり、鋳造法も地金を一定両目になるように切り取り、伸ばして極印打ちをするといった一分半のような金貨鋳造に準ずる工程となった。 銀貨中造の吹元銀は、諸国の資料銀山より産出される配布基金及び、世上流通の配布基金を買い上げ、長銀に吹き立てる、自家営業形式の買い配付基金、宿り貴銀と、岩見、幾野、佐渡などの天領にある銀山から上納される、抗議配布基金、五銀があった。吹元銀として、幕府お金ぐらいより渡す、配布基金、回収された、古銀。 銀座が買い上げた配布銀などがある。とは、配布銀の意味である。吹元銀は、銀座役所内の上、マセは出目方を改め、銀味役により、品位が改められ、五分入れ、銀九ントの品位以上のものはそのまま用い、それ以下のものは精錬し直して、最上位の一割入れとし、規定の割合に銅を組み合わせて表量し取り組みが行われ箱に入れ封印し、 銀味役から、常瀬ぜ手台へ引き継ぐ。吹き律は、常瀬ぜ吹きで行われた。取り組みの行われた地金を十二巻を一部木として、止め鉢、ルツボに入れ吹きようかし、常瀬ぜ手台有入役が、鉄尾尺で組み上げ熱湯を張った長銀及び小玉、銀の型に流し込んだ。形の良品により選別され、合格したものは数量及び、目型が改められた後、常瀬ぜご役に引き継ぐ。 常瀬ぜご薬により、極く打ちが行われ、さらに焼きなましが行われた後、梅めずにつけられ、表面の銅を溶解して、銀色が整えられた。長銀は二百枚ずつ、小玉銀は五百門文目ずつ包み、座陣風で銀座に回した。鋳中蔵された長銀の銀品位が正しいか否かを、検査するため、常瀬ぜ手大立ち合いのも鉛を加えて吹き戻され配布法により、 含有銀量が改められた。これを正し吹きと呼ぶ。正し吹きは、長銀の銀品位を一定に保つことが目的であるが、銀座役所において、銀品位が正しく取り組まれているか否かを吟味する、目的もあり、常々が銀座を牽制する意味もあった。長銀百問目あたりの願友上銀の許容誤差は、軽長銀及び小得銀0.3問目、玄六銀0.8問目、 法字銀1.11問目、英字銀1.33問目、三つだから銀1.51問目、四つだから銀1.7問目、及び文字銀1.5問目であった。完成12年、1800年の銀座改革により、勘定奉行による統制が強化され、五勘定不義理となり、それ以降、新文字銀からただし吹きは、必要なしと判断され廃止された。 仕上げは蝶銀を加熱した梅酢に漬け、取り出した後、磨き水洗いした。仕上げた蝶銀及び小玉銀は500問目ごとにまとめられ、常々が包み封した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。